声本ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。10月30日土曜日のおのよりの映画の話をしましょうよのお時間です。ではですね、先週に引き続き本日も俳優安楽正司さんと笑いのリズムで主演の小谷圭さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2週連続お時間取っていただいてどうもありがとうございます。任せてください。光栄です。ありがとうございます。ね、いい素晴らしい役者さんたちなんですよ。あの役者仲間って呼んでいいのか分かんないんですけど、私自身は役者仲間と思っている方たちなのです。じゃあ先週と同じく、はい、ちょっと先週より短くプロフィールのご紹介をいたします。はい、ちょっと待って、安楽正司さんは、近年は検察側の罪人、原田雅人監督、アンダードック、竹雅治監督、素晴らしき世界、西川美和監督などの話題作に多種ってなんですか？あの多いカリフォルニア州みたいな。いっぱいの州のことを多種。俺のちょっとしか出てない映画を多種って言う。新しい数のカウントの仕方みたいな。なるほどね。一つの映画を種として捉えてるってことね。そうです。あの、はい、映画というものはいろんなものが詰まっている、まさしく種のよ。なるほどね。いいぞいいぞ。メタファーだね。ごめんなさい、認めます。話題作に多数出演されている安楽正司さんです。はい、すみません。なんかね、本当その偉大なる名前にちょっとなんか恐縮しちゃいますけど、本当に私なんか偉大なる名前に、はい、神々です、すみません。多種って言ってたしな。言って、しかもごまかそうとして。そう。ごめんなさい、ね、比喩表現だって言ってたもんな。衆と同じだって言ってます。そうだね、言ってましたね。ました。ではあの次に、笑いのリズムで主演を務められている小谷圭さんのプロフィールを簡単にご出演します。ご紹介します。2009年にロサンゼルスの舞台公演クレインズご出演後、数々の素晴らしい演出家の舞台作品、テレビ、自主制作映画にご出演と活動の場を広げられている俳優さんです。さらに今月13日より YouTube で視聴に可能になりました。ミュージックビデオ、あの頃と今、D ブラックバイ明日、D ブラックさんと明日さんの初めての楽曲制作をされました。ミュージックビデオもとても素敵なので、ぜひチェックしてください。ごめんなさい、また噛んじゃった。いやいやいや、もういいですよ。多分来るなと思ってたんで、僕は。あの、さっきのあんちゃんさんの見て、聞いて。流れでね、うん。はい、絶対来ると思ったんで。構えてました。準備できてました。むしろ構わない時の方が少ない。じゃあ通常回だ今日は。そうですね。あ、でも、ね、毎回ね、自分の一人の時は、自分で編集してるので、うんうん、あ、切れるんだ。ところは綺麗に切ってます。今日はゲストが来られて、消さないので、今日かもなこの人って。そうだ、いつもはこうなんだって思われちゃう。まあでも、うん、疑いの余地ないから仕方ないよね。まあでもありがたいね、紹介していただいて。いや、ありがとうございます。いや、2人ともなんか立派な、あのね、立派な出演作がたくさんあって本当に恐縮しております。なんか仲間とちょっと言いにくくなってきちゃった。いや、仲間ですよ。仲間でしょう。本当にありがとうございます。うん、仲間です。はい。あ、そうよ、うん。全然仲良くしてくれなかったけどね、エルピソ。どっちがですか。私は、あ、まあ、友達はあんまり作らない人だけど。よかった、枠組み入った、じゃあ今回。いやー、よかったですね。俺もその当時は全然声かけてもらえなかったんで。声かけてもらえなかったって。二人ともケンケンしてたから。
そうですね、だからね、本当は仲良くなりたくて K1 っていう呼び方を一生懸命3日ぐらい考えて、はい、そうなんですよ、 K1 みたいな、 K1、 そうだ、 K1 って呼べばきっと仲良くなれるって思ったんですよ。あんまり慣れなかったですね当時は。なんか悪くもなく、あんまりなんか、はい、話しかけられてこなかったですね。なんか話しかけづらかったからしょうがないね。どっちもどっちか、どっちもどっちだね。ね、まあ今もこうしてそうだね、ラジオにやるようなちょうどいい間柄で本当ありがとうございます。そうだ、嬉しいです。ここで交わったからよかったね、2人が、またぜひ一緒にね芝居の仕事もしたいなと思うけれども、いやめちゃくちゃ思いますね、頑張らないと、頑張ろう、はい、頑張ります。まずはですね、今日はお二人が一緒に撮られた作品、一緒に撮られたで合ってるよね、 K1 が、はい、合ってます。で、合ってます。アンさんもご出演されていて、うん、もうちょっとプロデュース側のお仕事もかなりしていると先週お伺いして、はい、本当にいやこの人はセンスの塊だなと思ったんですけど、映画タイトル笑いのリズムのお話、はい、入っていきたいと思います。はい、お願いします。K-1 が主演の K-1 が喫音症の青年を録音されていて、はい、で、はい、なかなか社会に最初馴染めてなくて、はい、もともとお笑い芸人を目指されているけど辞めて社会に入ろうと溶け込もうとしている様子なんだけど、はい、なんかちょっと疎外感を感じていて、うん、でまた芸人を始めようかなっていう挑戦で一歩踏み前に踏み出そうとするような作品かなと思ったんですけど、はい、そうですね、物語のはどこから来たんですか、これは。あ、これはもうあんちゃんさんが、うん、はい、話した方がいいと思います。この物語は、そうだ、物語もともとウィズネイルと僕っていう映画があって、その映画が好きでその役者2人の話をしようとしたんだけど、そのもう一人の監督やってくれてる前大道さんっていう子がなんか芸人の話をやりたく元からやりたかったっていう企画があったらしくて、だからまあ日本だったら確かに役者2人より芸人の方が受け入れられるかなと思って、そう、芸人の方に行ったっていう感じですね。なるほど、うん、なんかあれかもね、なんか今その話聞いて全然違うことを思いついたんだけど言ってもいいですか。どうぞどうぞ。なんか海外でそういうコメディアンになるみたいな映画ってないよね、うん、そういえばあんまり見たことないかも。そう、コメディアンである人が出るとかあるじゃん、キングオブコメディとかさ、そう、売れてないコメディアンってあんまり、あ、でもジョーカーも言ったらそうか、スタンダップコメディーを、ね、確かにそうか、こういうことなのか、うん、なんか全然そうだよね、なんか面白いっていうシーンはないけどね、あ、ジョーカーない、なんだろう、あった、ジョーカー、うん、ジョーカーで面白いシーンっていうか、まあ役者として面白いシーンばっかりやったけど、ああそうだよね、そう、コメディアンっていう記憶があんまり残ってないかも、うん、そうだね、うん、もう悲しさ、印象はあんまりない、ね、悲しさから入るからね、うん、ああ、まあそういう意味で今回はそのジョーカーと並ぶ、死んじゃうよ俺ら、そんなこと言われたら。やめてください、本当にもうさ、あんな、本当にやめてください、やめて、本当にやめてよ、言いたい放題じゃないですか、もう俺倒れるよ。でもほらジョーカーって出してくれたのあんちゃんだし、そう、まあでもだからそのお笑い芸人っていうのが日本にものすごい馴染んでるから、うん、まあ、見てる側もねすごい受け入れてくれるかなと思って、なんか分かりやすいさはすごい、うん、でもねこれねやっぱ短編だから、うん、その振りとなんつうの振りが大きく丁寧に説明できない部分、うんうんうん、
その見てる人が余白を想像で埋めてくれなきゃちょっと成り立たないような部分もあるから、あ、多分そうだ、見てくれてる人によってが本当に脳みそを回転させてくれてたら、うん、ありがたい映画だなとは思う。ああ、いいですね、うん、その日本人らしいよね、そういう間を大切にするというか、空欄を埋めるっていうのは割と日本人の得意とするところじゃないかなと思う。あ、だその埋めてくれ、エリプスはそれを埋めてくれて満たされてくれたからすごいね、本当ありがたいです。いやでもすごいよかった、最後本当に笑顔になった、うわーってきた。わーよかったね。あ、お二人ともすみませんちょっとこちらのシステムの問題で、うん、今レコーディングが一時期止まってしまいまして無事って切れたね、大変失礼いたしました。大丈夫です。ズームってこういうことがあるんですね。毎日学びですねでちょうどいい頃合いなので、今週はじゃあこの辺にして、本当は2週だけで考えていたんですが、お手数ですが、もしよろしければ来週も映画の話を引き続きしていただけないでしょうか。もちろんです。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます、では、10月も今日で10月30日なので明日でおしまいです。皆さん素敵なハロウィーンをお過ごしください。また来週映画の話をしましょうねおねゆりでした。